ズバリ浮気をしたこと、されたことはありますか？浮気はしたことはありません。結構私一途だし、道徳に反することはしたくないので。でも、逆にされたことは2回あります。どちらも残念なことに、結果的に私が浮気相手だったんですけど。まあ1人目は、マッチングアプリで知り合った人なんですけど、有名な会社に入ってて、大学もすごいいいところ出てて、かっこいい人でした。その人はすごい私のことを好きだとか、会いたいって言ってくれて、私も嬉しかったんですけど、世の中は狭いもので、私の友達の友達が知り合いで、その子から、その彼には長い付き合いの彼女がいて、インスタで二人で旅行に行った写真をあげてたよって言われて、本当にさーって、その気が引くのと同時に一気に冷めてしまって、すぐに LINE をブロックしました。1ヶ月くらいしか付き合ってなかったので、もう勢いでブロックしちゃったんですけど、後悔はしていません。で、もう一人はもうすっごい好きだった人だったんですけど、クリスマスもそのイブも会えなくて、その断り方が会社の商談があるだったんですけど、友達に相談したらクリスマスに商談が入るはずないって言って、いろいろ調べてくれたら、バッチリ本命彼女がいました。2ヶ月くらいだったんですけど、かなりショックで何も食べられなくて3キロ痩せました。今はようやく立ち直れたところです。さくらさんにヘアヌード写真集のお話が来ました。プロの写真家が芸術的に撮ってくれるそうです。しかし顔出しありで市販されてしまいます。ギャランティーはいくらで引き受けますか？難しいな。芸術的に撮ってくれるってことがちょっと自分的に興味があるかもしれないので嬉しいですけど、ギャランティー、相場がわからないので20万円で。で、高すぎますかね。じゃあ、やっぱり半分の25万円です。でも顔出しなので、いやでも私普通の一般人なので25万にします。低いですかね？それとも高すぎますかね？比較になるものがないから何とも言えないんですけど、有名人でもない私がヌードになるなら25万円くらいなのかなって思います。高すぎたらごめんなさい。それで、その写真集は、ロケ地はオーストラリアとかの綺麗な海とか自然がいっぱいなところで綺麗に撮ってもらいたいです。衣装は極力シンプルにして、こう体だったり背景が綺麗に映えるものがいいです。はい。想像するだけで、なんかすごい素敵な綺麗な作品が出来上がりそうで、絶対芸術的です。なんか、ヌード撮る予定全くないんですけど、なんだか話してるだけでワクワクしてしまいました。